まず展開から簡単に言って、それから因数分解の代表的なのをやって、で最後のまとめをいきたいと思います。ですね。今まで公式を3つほど教えました。はい、展開からいきたいと思います。問題を移して、即答えを書いてください。もう秒殺でしょう。はい、答えは何でしょう。x2 乗。プラス 3x。x? プラス。足し算と掛け算って話をしましたよね。これとこれ足して、そしてこれ掛ける。はい、できた人、これ。できた人。足し算とこれ。いいですか、はい、これと見ますね。じゃあ、これと裏表の関係なんですよ。裏表の関係。因数分解です。展開、括弧を外して、こういうふうに同類項をまとめて展開する。これは括弧で括るです。で、ここがマイナスの時どうしなさいって言ったか覚えてます？かけてマイナスなんで、プラスとマイナスを書きましょうと会社に。ありましたね。はい、どうして分けたらいいでしょう？2と3ですよね。マイナスの3ね。ここマイナス1があるけどね。2と3ですよってことです。これとこれが裏表なんです。裏表。だから、勉強の仕方としては、例えばこの展開の答えがあったら、これからこれに戻せるかどうか練習したらいいですね。はい。あのことなんていうんですか？何？展開の。因数分解。はいはい、こっち因数分解ね。もうちょっと因数分解やってみましょう。はい、何も言いませんので、どうぞチャレンジしてください。本当だ、40点は最低計算で出ます。展開と因数分解で毎年で計算力がかなりついちゃったら結構高得点狙えるね。ここはね、いきますよ。 2xx でしょ。で、掛け算してプラスっていうのはプラスプラスかマイナスマイナスしかないですよね。どっちでしょう？マイナス。そうだね。なぜかっていうと足してマイナスになっちゃうよね。で、なんとなんですか？かけて3ですよ。悩まんでいいでしょ。3と1。うん。これ1と3でもどっちでもいいんで、3と1。かけてプラス3、足してマイナス4。3になりますね。ですね。はい。いいかな？とにかくここはマイナスやったらプラスマイナスにしてください。ここはプラスやったらプラスプラスかマイナスマイナスです。ここにマイナスが出てきたらマイナスマイナスにしましょうと。これ大丈夫ですか？理解できますか？はい、じゃあその次ですね。とですね。はい、行きましょう。本当に1秒で解いてほしいんですよ。本当に1秒で解いてほしい。秒殺。こことここが2乗になっていたら、括弧の2乗です。これ x、ここは当然5。で、真ん中の符号をここに変えたら終わり。終わり。めっちゃ簡単。ただしね、ただしね、引っ掛けがあるって、例えば、ちょっとこれを例にとると、あ、両端2乗やけんって言って、両端が2乗やけん、括弧の2乗やねと思ってしたらこれ間違いです。はい。で、確認するために、括弧の2乗の展開というのは、真ん中が2かけこれかけこれになるんでしょ？真ん中が。ちゃんとなってますよね。ですね。で、真ん中が2倍になってなかったら、この括弧の2乗のバージョンじゃないです。1と25とかね、例えばね。でもこれって10台中9台
こっちなんで、括弧両端が2乗やったら括弧2乗が圧倒的に多いので、一旦パンと括弧2乗でやって、ここがちょうどこの数に合うかどうか確かめて、ならんかったらこっち側にもう一回考え直したらいいと思いますので、いいですか？じゃあ1台出しますよ。簡単ですよ。あ、ごめん。これ Y にしようと思ってたって。ごめんなさい。Y にしようと思ってました。はい、どうぞ。ほんと1秒ですよ。1秒。秒殺。もう問題を移したら答え書きようみたいな勢い。両端が2乗の時は基本括弧の2乗です。はい、答えは何でしょう？ Y が括弧の Y マイナス6括弧取れるでしょ。正解。もうこんなちんたらちんたら戦闘もさっさっさっさととにかくですね。俺も自分が解く方法をみんなに伝えようちゃき、身につけたらめっちゃ早く解けるようにしてるんで、なんかね、いいですか、大丈夫ですか。足してマイナス10にかけて36点、カッコマイナス6マイナス6としないようにしてください。この前も言いましたように、これってXX とか YY にしたみたいなもんやけね。仮にこうなった、あ、括弧2乗やね。でももう一発でこれを書かずにこっちにすぐ持ってきてほしいです。両端が2乗やったらバンチ括弧2乗持ってきてください。あと1個あります、因数分解。ですね。これでいこう。今までと圧倒的に違うんです。何が違いますか、今までと圧倒的に違うのは。前の。2乗が2つある。ああ、そう。まあ、数が2個しかないよね。今まで3個あったでしょ。もう2個しかないときは、2乗マイナス2乗しかないもんね。基本。2乗マイナス2乗しかないと。そしたら、何やった？括弧？何です、3y と x マイナス3、足しなさい引きなさいね。このとこ全く同じのを変えて、こう足しなさい引きなさいのバージョンに持ってきたらいいですよ。もう2乗マイナス2乗は足しなさい引きなさい、これしかないです。中学校の場合は高校に入ったらたくさん出てきますけどね。ヤッキー、もう因数分解とか展開やったらもうクラスでもめちゃくちゃ早い方になっていってほしいんで、見た瞬間にバンバン答えるっていうふうに、もう勉強値は本当訓練なんでですね、頭とかで考える前にも自動的に体をパッパッパッと動いてしまうというふうになってほしいです。さあ仕上げいきます。さっき言いましたテキストの方に戻ってください。これ教科書ね、教科書29ページの一番下4番です。因数分解しなさいって問題なんですけれど、ぶっちゃけて言います、4番は2回因数分解します。2回因数分解ですか。で、4番のところに、右でも左でもいいので2回因数分解するって書いてください。どういうことか説明しますからね。いいですね。2回因数分解する。もう本当みんなが3年になってからかなり鍛えてますんで、相当なんか前に比べたらしまった授業になってると思うので、ついてきてもらったらありがたいですね。あと数学の1枚目の裏側のね、左下、因数分解の応用です。はい。4x2 乗マイナス 12x プラス4なんですけど、これ何かでくくれるんですよ。2、いやいや間違えた、4。じゃあ4でくくりましょうか。はい、4カットにしてください。マイナス40でした、ごめんなさい、マイナス40。はい、ありがとうございます。はい、読んでくった後の式はどうなりますか。
x2 乗マイナス3x マイナス10。いいでしょ。で、前は一番最初を共通因数同じ数字を文字で作ったらそれで終わりだったんですよ。それで終わりだったね。今度括弧の中がもう一回できるんですよ。足しなさい、足してと足すとかけるで、これだけ出たらできると思う。これだけ出たら、はい、一回読んでくくって、で、あんまり練習してない人ここで終わってピンになっちゃったよね。いいですか。もう一回こんなのができます。さあどうぞ。だけこれだけ出されたらあんたたち解く力あるでしょ。さっき練習したでしょ。これだけ出されたら解けますよ。でもこうなったらここで終わる人が結構いるんで、それも本当に不思議でたまらんというです。はい、かけてマイナスなんでプラスとマイナスに分けましょうねってことだったよね。はい、なんと何ですか。2とマイナス5。2と5ですよね。マイナス5かけてマイナス10足してマイナス3になりますよね。で、これだけ聞いたらちゃんと答えるんだい。で、これも聞いたら答えるんだい。で、2個合体したらもうここで終わってしまう。不思議なんです。いいですか。今日因数分解の最後の仕上げのところに入ってて、因数分解の応用みたいなところになっちゃうわけですけど、いいですか。まず読んでくるでしょ。それで括弧の中を足してマイナス3かけてマイナス10、いつもの通りですよ。今まで練習した通りですよ。これだけ単独できたら、練習してきたじゃないですか今まで。こうやってかけてマイナス10で2を10で、マイナス3になるためにはプラス2とマイナス5とかってやってきたでしょ。あ、そういうことね。あ、分かった。ほら、分かってなかったでしょ今。 そんな感じやった。でもね、あの、実力はあるんですよ。これ40年の経験で、それがもう本当に不思議だな。もうこれで安心してしまってね、終わる人が多いけんね。いいですか。2回、だから それで2回因数分解はそういう意味です。ここで1回因数分解するでしょ。で、ここでもう1回2回目の因数分解する。という意味です。いいですか。やりよったらだんだん分かるんで、みんな力はついてるんで大丈夫です。じゃあ、2番見てください。2番。なんでくくったらいいでしょう。3。まだまだ。はい。もうちょい、もう一声。マイナス3。正解。正解。マイナス 3A でくくってください。マイナス 3A でくくってください。どうぞ。6がプラスですよ。あ、本当？はい、ここ、はい、さっきから写し間違いばっかりしよう。はい、マイナス 3A でくくってください。練習ですよ、練習。もうひたすら練習。もう取れますよ、あんたたち、本当に。マイナス 3A で割るんですよ。はい、括弧の中に何が残るでしょう。はい、どうぞ、括弧。x2 乗。プラス。あ、プラスじゃないです。マイナス 2x。素晴らしい。プラス a。パラン。マイナ、あ、違う。あ、なし、ずれ。まあ、プラス1だ、プラス1。そう、そのあと。って言わせる。A 分の A って1ですよ。皆さん、しっかりしてよ。一回ね、一回消えてしまうんで、やったらラッキーとか思うんですけど、模様と考えたら1、1なんで、1ですよね。で、これ見たら、1って、1の2乗って分かります？両端が2乗やったらどうですか？両端2乗やったらどういう数分解できますか？ X と Y。いや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 、違う違う違う、秒殺秒殺、かっこかっこ、あーもう、あっ x マイナス1の2乗ですですね。両端が2乗やったら 90% かっこ2乗なんですよ。両端2乗やったら 90% の上でかっこ2乗です。もう秒殺です、秒殺。本当に見た瞬間にさっとこれかっきらねえかです。確認しましょうね。括弧の2乗やったら両端2乗やったでしょ。
プラス1でしょ。真ん中は 2×x×-1 でしょ。ちゃんとマイナス2になるよね。なるよね。ですか。はい、というわけで答えはマイナス 3a×x-1 の2乗。やっぱり2回因数分解なんです。マイナス 3a でくくって、そして括弧の2乗の因数分解をするというね。いいですか。本当皆さんは週に来てくれてる人たちなので、絶対力つけてほしいです。週一のメンバーが一番心配でですね、今日ちらっと見せます。お家の人にも持って帰ってもらおうかなと思うけど、ちらっと見せます。俺がずっと言ったこと、要するに調査書中の今昨日印刷したんで、どんなのが中学校から高校に送られるかで、高校はどこを見るか、もう一回ちゃんと当たらずに証拠を見せますからね。だけど3年にで真面目になりきられたら、もうちょっとそれは俺なんちゅうか責任持てないんで、3年だって生まれ変わってもらったら間に合うんですよ。間に合います。だから人生はチャンスが何回も出てくるんで、みんな平等に来るチャンスがね、それを生かしきるかどうかだけです。いいっすか。じゃあ3番いきましょう。これちょっとノーヒントでいくんで、ちょっと考えてみて。どうぞ3番ノーヒント。頑張って、頑張って。さあ、何人生き残れるか、サバイバルゲーム。自己ベストは何？ 95 やったか。はい。数学は何点やった？96。やったよね。100点満点取ってますもんね。そうそう。まだ満点取ってない。今60点満点ですよ、日中の人はね。はい。うん。これだけわーわー言うてね、もう本当横の人と話しながらでも結構元気。もうみんなも落ち着いてミスせんようにしたら結構力ついてるんで。いきます。まず Y でくくりましょう。一番大きな特徴は2個しかないんですよ。2個しかないとき2乗マイナス2乗でしょ。足しなさい引きなさいでしょ。2乗マイナス2乗は。1の2乗なんで、さあ、括弧の中2回目の因数分解。いきます。足しなさい、引きなさい。これ1の2乗と考えて、足しなさい、引きなさい。できた人？はい、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 ありがとうございます。いいですね。とにかく2個しかなかったら、もう2乗マイナス量足しなさい、引きなさいしかないです。基本。ですか。で、今までは前半戦は2回因数分解でした。で、今度後半戦です、後半戦。後半戦は置き換えというやつです。置き換え。いいですか？置き換えという因数分解のやり方です。ちょっとかなり順調に今、スタート切ったんでね。この調子でバンバン力をつけていってください。置き換え、置き換えって何ですかって話なんですけど、ちょっといきますよ。4番、 a×x+y-3×x+y。 何かに気づいてほしいけど、何でしょう。カッコの中が一緒。それでいいんですよ。2乗できるじゃないね。X と Y。 カッコの中が一緒なんですよ。で、置き換えても変えてるでしょ。で、結局ですね、この X プラス Y を M と置くとかね、昔は A とか X とか置きよったら何でもいいんですよ。なんか先生がすんなり言ったよ。これ M で書くと分からない。
何でもいいんですよ、これ。何でもいいんです。そう、マク。ワークも M になっちゃった。M になっちゃったでしょ？そう、なんか M になっちゃった。時代がですね、松尾の時代なんですよね。そう。はい。さすが。あ、すげえ。まあ、5年以上前はですね、X とか A やったら全然面白なかった。最近 M になるんです。やっぱ先生がすごいってことがやっぱ分かった。先生、国際的に見てもらえるんだ。僕は国際的。ああでも本当ですね、まあ、皆さん、俺らやがて市会議員に立候補したらよろしくお願いします。あと3年後選挙権あるってね。あ、そうだ。そう、18歳だ。あ、そうか。うん、でも高校でできるわ。そう、高校でできるんですよ。大丈夫、今後。一応もできるよね。またいいな。またやんこ。一応できるわ。ですか、置き換えます。じゃあ置き換えるとどういうことかっていうと、こうなるわけ。あ、ただね、これは書かない感じで書きましょう。X プラス Y イコール M と置く。まず一言これ書いてください。X プラス Y イコール M と置く。書かない感じ。ね。したら、AM マイナス 3M でしょ？どうですか？置き換えたらこうなるでしょ？なるやろ？置き換えたら。あ、俺これ分かったって言ってた。うん。M 値置いたらめっちゃ分かりやすくなったろ。ちゅうことこれ因数分解どうしたらいい？これ。X プラス Y。M 括弧 A マイナス3。B やろ。ところで M って勝手に自分が作ったっちゃき、前に戻さないかんや。もともとこの正体は何でしたか？X プラス Y。そう、だから結局元に戻してこれが答えなんです。これ答えになります。意味が X プラス Y。 そうそうそう、松尾の方がいいよ。松尾、そんな恥ずかしいですなんですね。松尾ただね、慣れたらね、慣れたらもう本当はこれからこれに来てほしいんですよ。そう、俺そうしたいの。うん、慣れたら。もうあんたも。めっちゃ中身がこういう理由しようっちゃもったいないんですよ、皆さん。まあ、遅れる理由はそれぞれあるんで、しょうがないかもしれないけど。ですから、もう極力最大限に、最大限で急いで来てください。ですね。あ、昔出てきたからね。そしたら、今日は2分で。だっていい？7時20分とか、うん、家にいかんで直行直行する。いや、それは直行するし。今日の会なんて深いです。やばいっす。砂だらけ。そう。しょうがないっす。でも、引退したら帰りない。ずっと待まあ、引退した後はね、そのようですよね。引退した後は。はい。これ、分かりますか？そうやろ。じゃあもう一回言います、もう一回言います。あのですね、実はですね、なんでこう教えなさいってなっちゃうかというと、まだみんなが慣れてないき、因数分解しやすすぎためにさ、これやったら M で来るってみんな気がつくわけよ。だから一旦置き換えて因数分解しやすくして、因数分解した後元に戻しましょうというふうに教えなさいってことになってます。とりあえず。でも高校生こんなことしてません。いきなりこれからポンときてます。できるよ。だってこれ同じ前にこれ前にポンって持ってきたらいいよ。ね。分かりやすいけど、これをまとめて分解法則したのはこれでしょ。このまま分解法則したもんでしょ、これ。ね。いいですか。はい、どんどんいきましょう。じゃあ、5番見てください。5番。いいかな。いいですね。はい、置き換えます。何を何と置き換えたらいいでしょう。A マイナス B を M と置き換える。ね、そうすると M 二乗マイナス C 二乗になるよね。2個しかないで二乗マイナス二乗やったら何ね。足し足し。足しで。足しなさい。引き出さい。そうそうそう。これ、二乗マイナス二乗やったら、足しなさい、引きなさいなんですよ。
ところで、M っていうのはもともと何だったんですか？これ戻してやります。その時はね、これイコールつけてくださいね。本当これ一言いるんですよ。M に A マイナス B を代入するとか、M を元に戻すとかね。こういう言葉が一つあります。本当は。だからこのイコールつけなかったんです。はい。で、戻したらどうなりますか？はい、答えは何でしょう？どうぞ。AB が A マイナス B。あ、もうこれですよ。マイナス、マイナスか。マイナス B。A マイナス B、マイナス C。なんかこれ答え。これ答えです。はい、どんどん行きます。どんどん行きます。6番見てください。消しますよ。いいですか？よし。英検さん、テスト受けるとき焼きやすい。そう。よく6月2日らしいよ。でもさ、一応練習ないけどさ。練習試合とか練習、まあ試合もないんやけどさ、練習試合とか練習ないからさ、いかんときに練習。なんで勉強せんと、勉強の話をしてます。今する必要ないやろ。今数学の勉強しよっちゃう。すぐ感じです。嘘つけよお前。嘘つけお前、練習試合のことあるね。このこともいつも言っちゃうけど、これ練習試合です。山ですよこれ。なんかどっか下かなんか受けたらいい。英検の話も英検の話。はい。自分の英検の時に練習試合が。ごめんね、そこで横でそれ。あれ、たまにたまにたまでも。じゃあ、いいですか？今、答えの3パターンやってきましたよね。なんと置いたらいいでしょう、どうぞ。A プラス B を。はい、あと自分でやってみてください、どうぞ。もうとにかく一番大事なとこ素人に、なんでそうなるかね。因数分解の一番最後の仕上げしてるんですよ。一番レベルが高いとこ素人ですよ。ちょっとまたなんか頼みながら。一旦それになるとみんなそうな、そこだんだんすっきりするためにはもう練習するしかない。当然そうなるとそこから早く抜け出す。はい、どうなるでしょう。M 以上、M 二乗、四マイナス四、M プラス、M プラス四、カジノとかね、大丈夫かね。これ解いた人、はい、解いたでしょ。あ、他の人解いてないと、もうさっさとやるよ、さっさと。1秒かよ、これ1秒。さっきから何回訓練してきた、これ。はい、両端2乗やったら何ね、両端2乗っち。両端2乗。プラスとマイナス。バカ違う。おお、バカもん、お前、こんなこと。M。あれは2個しかないときやな、もん、足しなさい。M。すみません。M カッコ。そうそう。M カッコマイナス四二カッコ二乗二乗二乗。あれね、四つ打たれた気がする。誰か。誰？あ、やめり。かなり出ない。先生やめり。お、言ってない。大勢やめり。大勢や。おい、騙しとったな。ちょっとお前、石田のことばっか考えるのやめり。で、M を元に戻しましょう。M ってもともと何でしたか？ A プラス B。だから答えは？ A プラス B。A プラス B。マイナス2乗。間違えた。2乗。
です、です。ちょっと周り。です、です、です。ごめんね。だから両端が2乗だったら、カッコの2乗っていうのが、めちゃくちゃ大事です、発想が。いいですか、あと1秒で終わるんですよ、これ見た瞬間、パッとこれ、かける。ですね。はい、これで、一応ですね、全部今まで大事なところ終わりましたので、あと細かいところを仕上げていきたいと思います。いいですか。ですね。何枚目 ?2 枚目の式の計算の利用というところを見てください。式の計算の利用。ですか。因数分解を利用した計算というところを見てください。因数分解を利用した計算。例1というのがあります。なあ、もう急なんです。ジュース。え、0時。今まで何をしてきたかな、あ、これあった。マークありましたね。あります、あります。なんか28、9、30何本ぐらい。相当ワーク進めちゃうってことや。ちょっと途中飛ばしました。あ、いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。いいよ。はい、教科書の、32ページになります。これ、タイトル見てください。ページが消えちゃったんで、2枚目、教科書の32ページです。式の計算の利用って書いてあるところです。ですね。で、例1を見てください、例1。17の2乗マイナス13の2乗を計算しなさいって問題なんですね。ですか？計算しなさいって問題です。で、今まで、因数分解を習ってない人ももちろんこうやって計算するでしょうし、こうやって計算して答えが出たら計算するでしょう。これも工夫してないですよね。2個しかないときは何でしたか？2乗マイナス2乗のときはプラスとマイナス、うん、そう、足しなさい、引きなさい、そう、プラスとマイナス、いいよ、足しなさい、引きなさい、はい、変えてください、どうぞ。もう勉強したら賢くなっとっちゃ、本当に。賢くなったら。これとこれの間って何算が隠れてますか？開けた。じゃあこれ足したらいくら？30。かけ？3、4。で、答えは？ 120。ほら、こんな計算せんでいいわけ。簡単だ。普通の人は、中1、中2とかで、まだ、因数分解とか習ってない人は一生懸命計算して、一生懸命計算して、引き算して、答え一緒なんです。早いでしょ、これ。はい、じゃあ、その下の問い1というのがあります。はい、問い1どうぞ。問い1解いてください、どうぞ。問い1を解いてください。問い1を解いてください、さっさと。はい。先生と2問ぐらい解いたかな。2割切る。一番行きましょうか。ね、一番。答え見たら。見てない。答えとかリアル。足し算と引き算して書けるだけですよ。本当に全部は本当にどうかしてます。どうかしてます。足したらいくらですか？80。聞いたら答えは？800。はい、できた人。はい。はいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2番もっと簡単みたいですね。はい。
足したらめっちゃ簡単やね。足したらいくらになりますか。100よね。引いたら52。だから答えは5200。正解。これ本当に計算せるの、こんなの計算してると大変なの。大変なことなのですね。はい、ラスト、もうここまで来ましたから3番まで行きましょう。はい、3番どうぞ。簡単なんです。本当、今度のところ絶対取らせたいです。本当に取らせたい。結構ずっと取れるやつ。これ取れか。まだ。はい、足したらいくらですか。200。200引いたら100円。答えは29,600。正解。ね、正解です。とにかく足し算と引き算をするだけです。いいですか。もうね、33ページよ、教科書。めっちゃ進んでろ。ね、この33ページ、右のページ、33ページです。書いてください。消しますよ、こっち消しますよ。ここに33ページ変えちゃって、はい、全く教科書と同じなんで、これが左側です。本当、教科書の予習になってるんですね。もう2年の時に比べたら相当ちょっと気合い入れて進んでるんで、もう33ページです。じゃあ例題の2いきます。ですか、例2いきます。はい、19の20を工夫して計算しなさいって話なんですね。あの、申し訳ないけどこの人が来てからえらい想像しだしたな。あーあー、まあ、好きな顔やら本当。それをキララのせいにしたらいかんばい。あんたたちが勝手に操作しようって。こいつ、キララ持てちょい。なんか気のせいになる。いきます。はい。19に近い数字なんでしょう。20。正解。19.20 から何を引いたものですか。20×20 だ。バカだ、これ。マイナス20×20 じゃん。20やろ。で、括弧の2乗っていうのはみんなもう何十回も教えたよ。まずこれ2乗したらいくら。40。あー、ちゃう。20×20 400。うん、20×20、400ですね。ちょっと待ってね、これって2倍やないけん気をつけてくださいね。で、これはい、2乗したらいくらでしょう。プラス1で、真ん中はどんな時も何やった。 2×20×マイナス1。今回はそうね、括弧2乗ね。そこを計算したらいくらですか。そう、ここマイナス、うん、400、マイナス 40x。 あら、x ないよ。あ、そうか、数字だけ。はい、これも暗算でできますよ。いくら。361。うん、だってこれ引けるでしょ。で、あとで1足したらいいでしょ。はい、答えは361。うん、361。いいですか。ね、さっきの2乗マイナス2乗は足し算と引き算してかけたらよかったんですよ。今回は、これに近い数字、きれいな数字から1人1とか2を引いて、括弧の2乗になります。いいですね。はい、じゃあその次です。2番を見てください。例題の2番の2です。77×83。さあ、77って近くて綺麗な数字は何？ 80。 80から何を引いたらいい？80-3。 83は？は、80+3。そしたら、足しなさい、引きなさい、納豆や。足しなさい、引きなさいは？2乗マイナス2乗なんです。そう、展開の方はこれ、展開の方。足しなさい、引きなさいは2乗マイナス2乗。はい、どうぞ計算してください。
計算してください。いいですか。はい、80の2乗っていくらですか。6400。素晴らしいね。6400。それからプラス9。あ、プラス、あ、マイナス9。マイナス9。なんで過去が1点。過去ないけどね。過去あったらプラスやけどね。過去ない。マイナス9。9ぐらい引けるでしょ、6400から。答えは6391。正解。正解です。ですね。はい、そしたらその下の問い2っていうのがあるんですよ。はい、どうぞ、間違えてもいいんで自分でやってみてください。問い2、問い2です。上の例題2を参考にして問い2をやってください。さっさとするとっちゃもん、さっさっさっさ何のこともたしよっかね、本当仕事できる人間になるとっちゃもん。1番いこうか。括弧の2乗になったの分かります？これ100プラス2の2乗、括弧2乗何十回もしました。本当に。はい、100の2乗は1枚。1枚よね。1枚よね。間違えた。なんか間違えた人がいる。もう一回いきますよ、こんなこと。はい、100×100 ですよ。1万でしょ。はい、次2の2乗は何でしょう。プラス4。真ん中は 2×100×、 もう文字であろうと数字であろうと分数であろうと小数であろうと全部このやり方なんですよ、カッコの2乗はね。そこがかっこいいやん、ブレんやん、何があったっちゃ。その生き方がかっこいいわけよ。なんか文字が出たらアートになって、数字になってヘアートになって、もうなんかボタ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 ダメですよ。ドーンと構えて、はい、答えは何でしょう。真ん中プラス400。そうなんですよ、これプラス400なんですよ、真ん中。はい、だから答えは9600。あら、足しないよ、足しない。1万404。で、正解です。はい、はい、2番です。どういうふうに考えたらいいですか。綺麗な数字を考えたら40と、あ、カロン10かけ40マイナス、あ、プラス1、40マイナス1。足しなさい、引きなさいね。足しなさい、引きなさいは2乗、うん、40、うん、2乗、うん、マイナス1、2乗、うん、お前今度絶対活躍できる、頑張れ。あのね、ごちゃごちゃになりかけるとった。でもそれを練習でカバーすると、練習したらもうすっきりしてくるし、だん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 。あのね、ある程度実力ある人は俺が書いてから書いたりしたらダメよ。もう自分でちゃんと答え出してから確認せば。だからサッカー見るともったいないよ。俺の過去のマットみたいな人がいるんで違うっちゃ。もうやり方はさっき例題でやったわけでしょ。自分でバンバン解くと、自分で
そして答え合わせだけ使うといいですか。高校でも伸びないかんちゃき、今やったらダメよ、もう高校潰れるよ、そんなのしとったら。はい、40×40 っていくらですか。1600マイナス2。あら、21が1か。21が1です。あ、そうか。で、答えは1599。 OK、 OK です、 OK です。さあ、最後ノーヒント、頑張れ頑張れ、もう答えまで出してください。とにかく自分の力でやってください。バンバンやる、バンバンやる、とにかく。本当に勉強は訓練ですからね。訓練すればできるんですから。ひたすら練習、本当に。どうしたらいい、これ。100プラス1。なんでプラスにしたと。マイナス1。こうやね。かっこ20だよね。さっきと一緒だよね。100の2乗は1万円。で、こっち側はプラス2や1。うん、楽しいな。大丈夫かな。はい。で、マイナス1なんで、真ん中は何でしょう。マイナス200よね。1万から200引いたらいくらですか。1万から200、うん、1万800。9800よ。9800に1足したらいいよね。だから答えは9801。正解、9801。まだいいですか。理解できましたか。いいですね。まだちょっと余裕あるでしょ、まだ塾の方が少しね。だから学校で、で、この人がしようようにさ、もうワークどんどん進めんしゃいっちゃ。もう、どうせ、はっきり言うよ。今日後でプリント配るけど、あんたたちが疲れやすいような環境が必ず来る。なぜ ?5 月26日が体育祭なんね。めちゃくちゃ暑いんね。眠たい。ただもそう、もう眠たくなって、体力が下がったりするわけよ。ヤキ、最初にバンバン追い込んで、最初に先にいっぱい詰め込んじゃったら、後がちょっときついとなった時でも楽ない。先をちゃんと見て、準備をしていかないかんと。ね。体力ね、5月26日体育祭です。調べたの、それ。ネットに載ってました。5月までしか乗ってなかったっけね。ここも各中学校のね、期末調べると思ったんやけど、ネットに発表されちゃうのが、5月までのスケジュールやったんです。それやけど、5月26日はほとんどの中学校で体育祭ですので。あ、なんか1年間でもらったけど、あ、あればいい。あ、ほんと。あ、じゃあちょっと後でコピーさせてね。はい、ありがとうございます。体育祭です。今日わかるやろ。だからで、あと、この辺が試験なんでしょ。まあ、体育祭が終わってから6月2日が英検やね、最初こ。6月2日が英検。英検受けるけどね。お母ちゃん、英検受ける。お母ちゃん。もう、英検行けばし。基本、だって学校でやってくれるじゃないかね。いや、やらんち。学校でさえやったら、あの、近代福岡で。近畿でありますけどね。11月行きたい。あ、で、11月なんでしょ。次、10月、10月6日でした。あ、そうですか。うん、2回目10月6日。頑張れ。いいですか、どこまで行きましたっけ。99。あ、そうやね。99の2乗まで行きましたね。で、あとはちょっとね、あの、今日はあと3人参加してない人たちがいるんで、木曜日に残り回したいと思いますから、ちょっとほら、文章を変えたりせないかしたい。次が9ページですか。英語先行きましょう。あ、英語か。英語行きましょう。はい、じゃあ英語を出してください。
英語は皆さん今レッスンどこ行ってますか？あのなんか1から1です。今日寝ちゃったっけ？おーい。ああ、先生。それが今です。はい。こいつも寝ちゃったよ。いいの、次やりますから。冷麺ご飯の時間です。こっちはめっちゃ生活。これは次やったから。カズちゃんの名前のやつです。呼び方みたいな名前の呼び方あの、なんかセンターみたいなところやります。コールエビ？そうそう、コールエビです。A をB と呼ぶ。あ、そうだ、そうだ。1位やね、もうね。そうだ、そうだ。先生。じゃあ、教室の違うって、教室の一番前に。そう、そう、教室なんすよ、ここは。なんちゃらかんちゃらいいんだった、今日。あ、ヨーグルトサラダ。そうそう、ヨーグルトサラダ。じゃあノートを出してください。まとめをしましょう。今までのまとめをしましょう。長谷家。長谷家。はい、ノートを出してください。はい、ノートを出してください。これ普通のやつですね。じゃあ1番レッスン1のまとめいきます。コールエビからいきましょう。コールエビで9800万円。こら、書き始めたら掛け値何万回聞いちゃうか、バカなこと。いや、ポニットないですよね。ポニット何が？エッチのポニットです。こんなのもらってなかったもん。もういいっちゃうそれら。ムードミスチャ。これ書けばいいよ、書けば。これ書きよっちゃき。ありがとう。もういい、いい、もうそんなコピーは絶対せん。もったいない。そんな無駄じゃ大切な。時間と金がもったいない。本当資源が。時間と紙が持ってる。資源大事です。資源大事です。これも前から言ったやつ。あの特に男子に言ったの覚えちょ、はい、資料はちゃんと整理せないかんばい。カバンの中にゴシャッと入れちゃったってダメばい。ファイルの中にきちんと入れたりするよ。はい。言いました。はい。もっちょは。時間はお前ばっか。何してんの？これこのまま大人になったらどう思います？これあのゴミ屋敷のテレビに出るゴミ屋敷みたいな。それでもね、物がね直しきらんの。それ自慢ならんけ今うち直さない。やばいっすよ結構前立ち立つ。はい、彼は彼女をクビと呼びます。はい、どうぞ返してください。今もやばいです。本当そういうのがあるかもしれない。物直しきらんの。これ吉田に直してもらう。もう探す時間がもったいないけ、さっさと自分で英文作りなさいじゃん。もういいやろ。あ、あった。はい、どうぞ、うん、英文作ってください。まず今これ書き終わってる人何人ぐらいいますか？はい、書き終わってる人ありがとうございます。1,2,3,4,5人。5人。はい、まだ書き終わってない人が遅いとって、もう何万回言おうと。ほんと俺これしか言わないやろ。ほんと嘘でも何でもないやん。家で2時間しなさいとかさ、学校の復習絶対しなさいとか、11時までしなさい、一言見たことない。はい、一言も聞いてございましたね。授業中集中しなさい、書き始めたらさっと書きなさいって言っちゃうさ。大して何百回聞いてなんでそれが嫌。今度ねちょっと1回だけみんなさ、みんなの曲やってこう、あのカメラであのみんなが撮影して授業中どういう集中力かを一回撮影するの。あれいつでもいいんだよ、俺らに内緒にしといてください。そう、 あんたたちにさ、あのあなんちゅうかね、アップはしないでもちろん、ただあんたたちには見せたい。大変なことになるぞ、炎上する。そうそう、炎上する。でしかもプライバシーの侵害になるき、アップはしないけど見せ、あんたたち見せる。これがあんたの授業中の集中力よって見せる。1万人本当に。こっちから見たら分かるったい、どんぐらい集中しようか。はい、どうぞ。はい、何年キー、コール、シー。ちょっと惜しかったね。キー、あ、ヒム。ヒムじゃない。コール、同じく。3択ですよ。そう。で、赤ぞ、赤ぞ。
間違ったとか消しゴム使って買ってない？いい感じ。あ、消しいるんですか？あ、だって3番ゲームです。なんでこれ3ですか？3番ゲームです。中学校1年生ですよ、これ。三だけですよ、これ。そう、ちょっと、本当も。しっかり、しっかり、本当。東が泣くぞ、東が。はい、ポールズ、ハー。シシ。シシ。え、いや、だって、シーって彼女じゃないんですか？ハー、あんた、シーハー、ハー。中学校1年生から、シーハー、ハー。はい。大勢、彼女だ。行くよ。彼女は、彼女の、彼女を、彼女をって書いてある。あ、今日それ先生も言われました。はぁ、はぁだよ。はぁ。え、なんでかって言ったの。これ、シー、はぁ、はぁなんだよ。じゃあ、曖昧ビーマインの復習せねえからね。曖昧ビーマイン、言うよ、言うよ。今日、プリントでしました。はい。で、ヒー、コールズ、はぁ、サンタゲルスは成長人、次、これ、3番目。だんだん落ちた3番目。シー、はぁ、はぁ。どうやらすぐ組だ。もうこれで終わりなんでね。頑張りやったく。あ、そんだけでいいですか。これで終わりですね。呼びましたなんていう。あ、やっぱり。コールやった。コールやった。呼びましたよね。はい。まずいいですか。次回できますか。レッスン1の A ですよ。例えば、あったね、その古い都を平城京と呼びますとかあったでしょ。ね。ファーマーキャプチャーとかありましたね。はい、じゃあ、話してみたいと思います。2番です。この前もしましたけど、それは長瀬駅に建てられました。この前もしました。ほら、下級ランバー、下級ランバー、急ぎすぎるね。お前、大変よ、ブランバー。それは長瀬駅に建てられました。はい、何でしょう。ザッと何の勉強ですか、1B は。受け身、受け身。そう、受け身。受け身の形は何でしょう。受け身の形はリードと変わらずビルド。リード押しプラスリード押しプラス何ですか。アイヌジキヨシ。お前も2年生で終わっちゃえ、1年で。1年生で現在進行形永遠にしようけ、お前も、ほんと。BD 成長してくれ。 BD 過去分子、過去分子 BD お前 BD やったら不足同士やったら ED やけどね。あ、わかった。あの、四つ目のやつでしょ。ほんとこの人来る前と来た後全然違うから、ほんと。まあ、めっちゃ静かにしよったよね。はい。ちゃんとしよったよね。あ、大勢よ。集中しよう、集中しよう、集中しよう。一等、一等、何でしょう。イズ。なんだな、過去形。わず。一等、まず。はい、立てるという動詞は何ですか。ブリング。ビルド。間違った。惜しい。ビルド。でもこれの過去分詞だから。ビルズ。ビルだ。ビルド。ビルトゥ、これ分かってなかったのに。ビルトゥ、ビルトゥ、ビルトゥ、過去形と過去分詞形が一緒なんですね。ビルトゥ、ビルトゥ、ビルトゥ。で、これで建てられました。で、7世紀にっていう時は何を使いますか。アントみたいなやつ。イン、イン。なんか世紀がなかったやん。世紀が、世紀が、いや、イーラは時代、イーラ時代。あら、世紀はあら、アン。ダメやろ、もう一回ちょっと音読しよう。センチュリー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 。ね。あの、トリコ出てきたセンチュリーする。なんで本当に、すぐ起き出してこんでね。はい、じゃあ、もうこれで後で音読されるかちょっと決めましたもん。全然頭に残ってない。はい、次です。1C 行きましょう、1C。ね。疑問文ですね。それらは、
うん、それにしても、それは英語で書かれましたか。命を、こいつが俺のことイビリコブタとか言ってきた。あ、やっぱそれ側にする、ごめん。B 動詞はを使いたい。それは英語で書かれましたか。イビリコブタをイビタ。それだって何でしょう。ゼア近い。ゼイ。ゼイ。ゼイ。で、B 動詞は、わずはどっちですか。 B 動詞、わずは、わず。複数ですね。それだって複数やろ。だから、わぜになるね。ライト。ライトじゃないでしょ。ライティング。あんたも同じ。ライトの含む詞って何ですか、先生と同じ場合。ライいやです、先生。ING で。終わっちゃう、ING で。え、先生、親切同じやめてください。よくや、お前。ロートゥそう。ありがとうね。頑張るよ、ほんと。何つったリットル。リッライト、ロート、リットル。ね、ロート、リットルです。で、ワッゼー、リットル。誰のこと？で、英語でっていうときは嘘だい。英語でっていうときはイングリッシュ。イングリッシュ。だから何なんで？イングリッシュ。はい、受動体が出てきたら受動体の疑問文が出てきて、そして答え方ですね。はい、書かれましたやったら何ですか？イエス？イエス？イエス？あら、なんで最後にそのわー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 で書いてわーで答えましょう。単数やったらわーずになるけどね。わー you は yes I was とかね。 no なんでしょう。 no no they わーずると間違ってた。あ、ちょっとか。 want 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 no they want になりますね。いいえ、書かれませんでしたということになります。せっかく早くしてるのに、まだまだ頭に入ってないので、1A から音読の練習もお願いしますので、はい、出してください。音読は楽しい。楽しいよね。音読楽しい。いいですか？はい。1A に戻ってください。1を出してください。楽しいよ。ついてきてね。ついてきてね。はい。一番上が、Report for our school trip。ね。修学旅行のレポート、報告ですというわけで、1A、Two former chapters。で、1番、Report for our school trip。はい、どうぞ。Report for our school trip。ね。はい、行きましょう。Many people from all over the world visit Nara and Kyoto every year. はい、どうぞ。Many people from all over the world visit Nara and Kyoto every year. Every year. はい。Nara was the capital of Japan from 710 to 784. はい、どうぞ。Nara was the capital of Japan from 784. We call this old capital Heijō-kyō. はい。We call this old capital Heijō-kyō. ね。私たちはこの古い首都を Heijō-kyō と呼びます。はい。今度は京都のところ行きましょう。京都 was the capital of Japan from 794 to 1868.はい、どうぞ。京都 was the capital of Japan from 794 to 1868。 2つに分けるんやったね。1868年は18と68に分けて読みますよってことでした。で、We call this old capital 平安京。はい。We call、どうぞ。We call this old capital 平安京ですね。There are many famous temples and shrines in these two former capitals. はい。
There are many famous temples and shrines in these two former capitals. 読んでる人が少ないんですけど、もう一回行きましょう。はい。はい、まず読みますからね。There are many famous temples and shrines in these two former capitals. はい。There are many famous temples and shrines in these two former capitals. There are ありますたくさんの有名な temples お寺とシュラインは神社ですね。で、in these two former capitals これらの2つの古い首都の中には有名なお寺とか神社がたくさんありますよということでした。はい、じゃあその次です。1B 行きましょう。音読の時も喋らんでください、本当。音読になったら黙っちゃうと思って音読にしようと。はい、1B 行きましょう。はい。Japan's famous World Heritage Site。はい、どうぞ。Japan's famous World Heritage Site。Site。もう一回行きます。Japan's famous World Heritage Site。Japan's famous World Heritage Site。 ほら、後ろの2人参加して、はい、もう頼むけん。ちょっとせ、もう全部男子やもんね。もうほんとしっかりしてほしいでしょ。え、僕やめてください。もうお父さんになってください、ほんとしっかりして。俺もお父さん。家族を守るといいですよ。分かったか、石田も。家族の世話になったらいかんですよ。石田も持っちゃう。奥さん働かせて自分がもう世話になっていかんですよ。いきます。これとの筋肉の形で、まあ、それも落ちる。余計上行ってみよう。じゃあ行きます。はい、1B です。Japan's famous World Heritage Site。 はい、どうぞ。 Japan's famous World Heritage Site。 法隆寺 is one of the most famous temples in Japan。はい。One of the most famous。 最も有名な何々の一つですね。下にちゃんと書いてあるんで、One of の言い方を覚えましょう。はい。The temple is in Ikaruga, a suburb of Nara。 はい、どうぞ。The temple is in Ikaruga, a suburb of Nara。で、伊豆が大事でした。伊豆はありますと訳をする存在を表す B 動詞。そのお寺は斑鳩にあります。斑鳩って知らん人がいるので、奈良の郊外のというふうに説明するわけですね。奈良の郊外の斑鳩にあります。さあ、黒丸来ましたよ。It is visited by many junior and senior high school students every year. はい。It is visited.By many junior and senior high school students every year. 参加者少な。もう一回いきます。It is visited by many junior and senior high school students every year. はい。Is visited. Visit は訪れる。Is visited で訪れられます。ね。それはつまり法隆寺はということですね。法隆寺はたくさんの中高生って訳をしてくれましたね、この前ね。たくさんの中高生によって毎年訪れられます。まあ、修学旅行で行くってことでしょう。It was built by Prince Shotoku in the Asuka era. はい、どうぞ。It was built by Prince Shotoku in the Asuka era.、ね、はい。in the になると思います。後ろが母音だったら、ザが字になると思います。in the Asuka era だと思います。Asuka 時代ですね。The temple has a lot of wooden buildings. はい。そのお寺にはたくさんの木造建築があります。はずは持ってるじゃなくてありますと訳をしてください。The five story pagoda is one of them. はい。The five story pagoda is one of them. ね。もう一回いきます。音読ですよ、皆さん。The five story pagoda is one of them. はい、
The five story pagoda is one of them. で全部はそれらのうちの一つ、ワンノブ。ワンノブはとにかく何々のうちの一つと訳をします。だから五重の塔はそれらのうちの一つです。つまり、法隆寺の中にあるたくさんの木造建築の中の一つ、五重の塔はね。It was built in the 7th century. はい、どうぞ。It was built in the 7th century. あ、ザ付け忘れたね、さっき。ごめんなさい。It was built in the 7th century. はい。It was built in the 7th century. ですね。それは7世紀に建てられました。It is known as the oldest wooden building in the world. はい。It is known as the oldest wooden building in the world. ですね。最上級です。The oldest wooden buildings. 最も古い、一番古い木造建築として、as がとても大事なんで、as マーカーで塗ってない人は as マーカーで塗ってください。そして下の何々としてというところもマーカー塗りましょう。この as は何々としてですね。で、is known, B 動詞プラス過去分詞で知られています。とにかくレッスン1は全部受動体の練習になってます。B 動詞プラス過去分詞ですね。はい。1C 行きましょう。1C です。いきますよ。Your report is excellent, Mick. はい。Your report is excellent, Mick. あなたのレポートは素晴らしい、Mick. Thanks. Thanks.I collected many pamphlets about the temples and the shrines. I collected many pamphlets about the temples and the shrines. そのレポートを書くためにたくさんのパンフレット、ね、お寺や神社についてのたくさんのパンフレットをコレクティブ、集めました。さあ、はい、いきますよ。Are they written in English? はい、どうぞ。Are they written in English? それらは、だからこれ集めたパンフレットのことを言ってますよ、それら。そのパンフレットは英語で書かれていますか ?Yes, they are. はい。Yes, they are. はい、書かれています。Actually, I'm very interested in the five-story pagoda. はい。Actually, I'm very interested in the five-story pagoda. で、be interested in 興味があります。ね。実際、私は五重塔に興味があります。How tall is it? It's 31.5 meters tall. はい。It's 31.5 meters tall. そう、メーターって読まないですよ。メーターって聞こえますよ。メーター tall. It is as tall as a 10-story apartment building. はい。It's as tall as a 10-story apartment building. はい。It's as tall as a 10-story apartment building. Is it really made of wood? Yes, it is. That's amazing. The pagoda was built by skillful carpenters, wasn't it? Skillful. Pagoda は五重塔でしょ？塔のことでしょ？Pagoda が塔です。ストーリーが階、5階建ての塔というんで、5ストーリーパゴダ。で、was built 建てられました by skillful 熟練したカーペンターズ、大工さんたちによって建てられたんですよね、というんですね。wasn't it? そうですよね、と相手に念を押してます。
Yes, it was. そうです。Yes, it was.ね、そうですということでした。はい、でアクションのとこ見てください。アクションです。ごめんなさい、英語のワークもどんどん進めてくださいよ。これがあったらね、予習復習できるけんね。はい。いきますよ。I know how to make a paper plane. はい。I know how to make a paper plane. ペーパー紙のクレインって粒なんで。折り鶴でしたね。ペーパークレイ。私は折り鶴の How to make 何ですか？作れます。作り方を知っています。作り方。知ってますはいらないんですよ。How to make は作り方。何なの仕方。How to ですね。I don't know how to make miso soup. はい。I don't know how to make miso soup. 味噌汁は味噌スープなんですけど、はい、私は味噌汁の作り方を知りません。ですね。で、how to をつけて、how to make a paper crane, how to make 味噌汁、how to ride a unicycle, how to use an older form ですね。というふうに、何々の仕方って練習してくださいということでした。ですかね。はい、ステップ2いきます。Do you know how to say hello in French? はい。Do you know how to say hello in French? フランス語でこんにちはっていうはどういうか知ってますか？言い方を知ってますか？ How どうやってですね。Say hello in French、フランス語でこんにちはという言い方ですね。次、Where to をそこにカッコつけてっていうか to を間に入れてくださいやったね。Where to get a passport? はい、どうぞ。Where to って言われる。Where to get a passport? パスポートをどこで手に入れたらいいですか、ね、どこで手に入れたら良いか。何なしたら良いかって訳をすればよかったよね。Where to buy an English newspaper? はい、どうぞ。Where to buy an English newspaper? 英語の新聞をどこで買ったら良いか。When to use、capital letters? はい。When to use capital letters? Capital は首都やったけど、ここでは大で、レターって大体文字なんで、capital letterで大文字ですね。はい。で、When to use capital letters? 大文字の使い方。いつ使ったらよいかです。ごめんなさい。How to やなかった。When to やき、いつ使ったらよいか。Where to、どこへ行ったらよいかですね。What to 何をしたらよいかです。ね。何を加えたらよいかです。What to add? Add と発音します。What to add to make delicious curry? はい、どうぞ。What to add to make delicious curry? 美味しいカレーを作るために何を加えたらよいか ?What to add? 何を加えたらよいか ?How to spell your teacher's name?はい。How to spell your teacher's name? あなたの先生の名前の、の綴り方ですね。どうやって綴ったらよいかなんですよ、本当は。どうやってスペルを変えたらよいかってことなんですけど、スペルの書き方、綴り方っていうふうに訳をします。How to play chess? はい。How to play chess? チェスの仕方になりますね。How to ですね。ということで、右上にも単語がバンバン書いてあるので、もう本当に、後で休み時間が終わったら見せますから、皆さん。はい。3年生だけしか見ないんで、チャンスなんで、ですね。はい。じゃあ、一旦ここで休憩したいと思います。終わります。はい。はい。よっしゃ。一応、これはどうしよう。